ゲストはホロライブインドネシア2期生のアーニャ・メルフィッサさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まさみさんも挨拶した方がいいんじゃない。こんにちは。ありがとうございます。愛想笑いをいただきました。ありがとうございます。アーニャさん本当日本語上手ですね。いやいやいや全然そんなことないですよ。めちゃくちゃうめえじゃねえか。さくらみこさんよりは絶対うまいですよ日本語。では年表を見ていきましょう。はじめに2020年4月ホロライブインドネシア1期生3名がデビュー。時期としてはちょうど、JP の4期生と5期生の間くらいになりますかね。なんでインドネシアから。そうですね、まあ、インドネシアって結構日本のアニメとかが人気で、結構コスプレとかも人気があったりしてですね、日本の文化が結構浸透している地域だっていうところで、まあ、結構ホロライブとの親和性が高いかなっていうふうに考えました。そして1期生と同じ2020年にアーニャさんを含むインドネシア2期生3名がデビューします。なんでそんな日本語上手なんですか。いや恐れ入ります。いやすごい、恐れ入ります。恐れ入りますも出てこないよ。すごいすごいすごいな。すごいです、アーニャさんにとって初めての後輩ですよね。3期生そうですね、ID だと初めての後輩。 ID では後輩はですね、 ID3 期生はとりあえずクソガキが多いイメージなんじゃないかな。クソガキが多い。クソガキ、口が悪いですね。皆さんめちゃめちゃいい子です。クソガキだけどいい子ということで、はい。